ストレスをなくす方法はありますか。精神科医カバサーションのカバチャンネル、ストレスをなくす方法はありますか。まあいろいろたくさんのストレスをね抱えてて苦しい毎日を送ってる人は多いかもしれません。なのでストレスをなくしたいというふうにね思う人も多いと思うんですけど、ストレスはなくす必要はありません。えっと思うかもしれませんけど、ストレスフリーとかですね、ストレスゼロっていう言葉が使われたり、あるいはそういう名前の本も出てるかもしれませんけど、ストレスがなくなってしまうとですね、人間は生きていけませんね。これは刺激がないとですねボケます。刺激がないとまた今度ボーっとした状態になってしまって、人間本来の能力っていうのが発揮できなくなってくるというふうに思いますね。だからよくお金を稼いだ人がセミリタイアしてね、ハワイかどっかに移住してのんびりと暮らしたいなんて言って実際に移住する人、私の友達でもいるんですけど、だいたい1年か2、3年したらまた戻ってきてビジネスやったりしてるんですね。人間っていうのはですね、適度な刺激っていうのはいいんですよ。逆に適度な刺激がないと脳は活性化しないし、脳内物質が出ないですし、集中力や記憶力も高まらないっていう研究が出てるんですね。なので過剰なストレスはよくありませんけど、ほどほどのストレスは我々の仕事にプラスになって追い風になってくれてるというふうに考えられますから、無理してストレスをゼロにしようとかストレスフリーにしようっていう極端な考えはやめた方がいいです。ほどほどのストレスはプラスですというふうに考えてください。ただしですね、我々の一番健康な生き方は昼ストレスフルでも夜ですね、夜はリラックスして過ごせないと睡眠に入らないんですよ。交感神経と副交感神経と言ってもいいかもしれません。夜副交感神経のリラックスの神経が働いて、寝る前2時間ぐらいゆっくりとした時間を持ってぐっすりとした睡眠に入っていく。これができるとですね、昼間かなりもう仕事が猛烈に忙しかったりですね、人間関係のストレスとかいろいろなことがあっても、寝る前2時間のリラックスタイムと深い睡眠、6時間以上のね深い睡眠、このぐらいが取れてると、かなりのストレスに耐えれるような人間というのは作られていますし、逆に言うとバリバリ働いてすごい成功しているビジネスマンっていると思うんですけど、なんでこの人こんなに働いてるのに毎日意欲的にバリバリとモチベーションも高くできるのっていう人、必ず皆さんの職場とかにもいると思うんですけど、そういう人たちは夜のリラックスの仕方と睡眠の取り方がうまいと思いますね。だからあくまでも切り替えなので、家に帰っても寝る前まで仕事を持って帰ってずっとしてるとかですね、そういうのは絶対やめてください。寝る前2時間のリラックスタイム、そしてその後スムーズに深い眠りに入っていくという、昼間はストレス、夜家に帰ってきてからリラックスの時間っていう、この切り替えさえうまく使いますとですね、かなりのストレスでも問題なくですね生活することができますし、むしろ仕事に対しても追い風としてですねバリバリと頑張ることができますので、そうした時間の使い方をしていけばいいのではないでしょうか。精神医学、心理学を分かりやすくお伝えする、精神科医カバサワシオンのカバチャンネル。次回見逃さないためにも、赤いボタン、チャンネル登録のクリックをお願いします。